どうも皆さんこんにちはチャックバスです。えー、本日はですね、えー、三井住友ビザクレジットカードがですね、あの1000円を配ってるんで、今回こちらのね、キャンペーンを紹介していきたいと思います。えー、これね、どういうキャンペーンかというと、今ね、三井住友ビザクレジットカードでですね、タッチ決済で決済すると、 1000円分無料で利用できるっていうね、キャンペーンをやってるんですよね。でこのタッチ決済ってこれ何なのかっていうのはね、まあ思う方多いと思うんですけども、えー、クレジットカードってまあ普通に決済するとまあ店員さんにカードを渡して切ってもらうとかね、まあセブンイレブンとかだとはあの自分で差してね、まあ、暗証番号を入れてまあ決済してもらうことがね、まあほとんどだと思うんですけども、このタッチ決済っていうのはですね、 これ私のね、三井住友クラシックカードなんですけども、こちらの右上に見えますこの Wi-Fi みたいなマーク。これありますよね。こちらの Wi-Fi のマーク。<laughs> っていうとあれなんですけども、この Wi-Fi みたいなね、ようなマークがついてるのが、これね、タッチ決済っていうのがえ搭載されているクレジットカードなんですよね。ですので、この Wi-Fi のマークがついている三井住友クレジットカードのね、 えー、クレジットカードだと1000、えー、円ね無料で利用できるんですよねでこのキャンペーンはね始まってまして、えー、4月30日までまだあと1ヶ月以上あるキャンペーンで本当に、えー、エントリーも何にもなくですねこの対応したクレジットカードをタッチ決済するだけで1000円利用できるんですよね漏れなく利用できるんですよですんで是非、えー、ねこれ持っている方はですね 利用していたただけたらなと思うんですよねでこのタッチ決済っていうのはですねあのクレジットカードとかねあの結構好きな方はね、まあ、知ってるかと思うんですけども今徐々にねこのクレジットカード決済っていうのが、まあ、どんどんねあのタッチ決済にね移行していくと思うんですよね。っていうのもやっぱりあのクレジットカードっていうのは表目に番号入ってますよね。 裏の、まあ、にもセキュリティコードとかもあったりして、まあ、一応セキュリティにはなってるんですけどもやっぱりね番号をね、まあ、店員さんに見られたりとか、まあ、そういうリスクはまあ多いじゃないですかクレジットカード決済って、まあ、そういうのもあって、まあ、このタッチ決済っていうのはね本当に自分でまあ機械にかざすだけで、まあ、タ,ッチあのタッチでね決済できてしまいますんで、まあ、セキュリティ面でもね、まあ、多分今後こっちがメインになっていくんじゃないのかなって個人的には思うわけなんですよね。 で、皆さんね三井住友ビザクレジットカードってね保有しておりますか、あのー 私の動画で、この三井住友カードっていうのはね、今キャンペーンをやっていて、20%キャッシュバックキャンペーンね、今現在もやっているんですよね。で、まあ新規発行して、6枚まで使うと、あ、最大6枚まで使うと1万2000円分ね、現金でキャッシュバックしてくれるね、まあキャンペーンもやっておりまして、まあかなりね、おすすめのクレジットカードではあるんですけども、まあ持たれてない方はももちろん多いと思いますし、このね、 w i f i のマークですねあの対応しているクレジットカードじゃないクレジットカードをね持たれている方ももちろん多いと思うんですよね、まあ、三井住友クレジットカードで言うとまあ私はねリクマイラーっていうことで、まあ、私 ANA スーパーフライヤーズカード持ってますけども、まあ、こちらもね見ていただくと分かると思うんですけどもこれ w i f i のマークついてないんですよねだから私がちょうど SFC 修業した時とかはね タッチ決済がね、ちょうど対応してないクレジットカードだったんですよね。ですけども、今発行すると、この a n l のね、ワイドゴールドカードもタッチ決済がね、対応したクレジットカードを発行していただけるんですよね。まあ、今現時点で、もしね、あのー、タッチ決済が対応してないね、クレジットカード、三井住友ビザカードのクレジットカードを持っている方はですね、もし、あのー、狙っていきたいっていうね、 ああのの方がいいららっしゃいましししゃままたらですねあのデスクにに電話しましょう三井住友カードに、まあ、私もえこちら三井住友クラシックカードなんですけども、まあ、こちらね対応しておりましてこちらね先日紹介出させていただいた結構おすすめのクレジットカードこちらブッキングドットコムのクレジットカードなんですけどもこちら還元がね自動でキャッシュバックされるって結構おすすめのクレジットカードなんですけども見えますかね あのね基本的にあのここら辺にね入っていることが多いんですけどもこのブッキングドットコムのクレジットカードは、ね、この僕の手のところにちょっと見づらくて申し訳ないんですけど w i f i のマークが入ってるんですよね、まあ、こんな感じで、まあ、最近発行したクレジットカードはね、まあ、基本的に入ってるんですけども、まあ、あの私ね三井住友カードのエブリプラスっていうね、まあ、結構前から えー、保有ししてているクレジットカードがありまして三井住友 VISA カードなんですけども、まあ、そちらが対応してなかったんですよねこのタッチ決済にいやこれね1000円配ってるんであれば是非利用していきたいなと思いましてちょっとねデスの方に、まあ、ちょっと聞いてみたんですよねあのタッチ決済を利用してみたいのであのどうにかあの手段ありますかみたいな感じで聞いたらですね再発行していただけるみたいなんですよねしかもえ無料で 再発行してくれるんですよねこのクレジットカードの再発行ってまあ、結構ね昔どこだったかなジャックスカードとかでね一回「有料だ」って言われたこともあるんですよね。あの私の、えー、パスポートのスペルと、えー、このクレジットカードに書いてあるスペルがちょっと違くてですね、えー、聞いたところ「有料です」って言われて「えそんなことあるんですか?」みたいな感じで聞いたらちょっと上の方と相談しますみたいな感じでね。あの 無料にはなったんですけどもまあ、そんな感じでまあクレジットカードの発行ってねまあ、お金かかるじゃないですかですのでまあ、基本的に有料なんですけども三井住友カードさんね無料で対応していただけるんですよねっていうことでエブリプラスをですねちょっとねお願いしてみたんですよねこんな感じで今日届いたんです ということで、えー、先ほどね、ねこちらね中開けさせていただいたんですけれども、えー、エブリプラスがです、ねえー、タッチ決済でね、えー、対応したクレジットカードを無料でね三井住友カードさん送ってくれますので、もしねも、あのー、三井住友カードをね持っているけれども、このタッチ決済に対応してないっていうねクレジットカード、えー、だったらです、ね、あのデスクの方にお願いすると、えー、新しいクレジットカードね、えー、発行していただけます、無料で。でですのでまあ 狙っていきたいなっていう方はね、えー、ぜひね、あのー、連絡して、新しいカードね、発行していただけたらなと思います。まあ、私もね、あの、ANA のスーパーフライアーズカードは、まあ、対応してないんですけども、これね、再発行してしまうと、まあ、かっていらっしゃる方多いと思うんですけども、これね、番号変わっちゃうんですよ。 ですので、まあ、その点だけはね、まあ、注意していただいて、まあ、あのメインカードにしているとね結構大変だったりするじゃないですか、まあ、オンラインでねあの変更できればいいんですけども紙の媒体でやらなきゃいけない会社とかはね結構大変ですよね、まあ、その点だけは覚えておいていただけたらなと思います動画見てる方でね、まあ、そんな複数枚持っててもこのキャンペーンね1枚だけじゃないのって思いますよね対象なのはこれ実はですねこの1000円配ってるこのキャンペーンなんですけども 1>, 1人1,000円ではなくてクレジットカード1枚に対して1000円なんですよねですので、まあ、私今現時点で三井住友カードとブッキングドットコムのカードプラスエブリプラスがねタッチ決済対応したクレジットカードで到着しましたんで、まあ、合計3枚ね、まあ、利用できるわけなんですよねですので合計3,000円これだけでね利用できちゃうんですよ無料で。 これすごいキャンンペーンですよね、まあ、ですので、えー、皆さんねもしあのクレジットカードねリクマイラっていうこのポイントサイトの運用してるとやっぱりねクレジットカードっていうのは増えていってしまいますんでもしね えー、ちょっとこのキャンペーン乗ってみたいって方はね、持ってるクレジットカードをですね、えー、ちょっと調べていただけたらなと思います。三井住友カードのビザカードじゃないと、この、えー、キャンペーンはね、対象じゃないので、その点だけはね、本当に注意してくださいね。三井住友ビザ、えー、カードのこのタッチ決済が利用できる場所なんですけども、概要欄にね、利用できるお店ね、えー、貼っておきますけども、えー、コンビニだとローソン。 あと、スキアとかね、えー、でき、えー、利用できまして、か、えー、 関西空港とかもね、結構対応してるみたいで、えー、公式サイトにね、名前出ておりましたんで、ちょっとね、あのー、発行と同時にね、利用できる先っていうのもね、ちょっと見てから、えー、発行していただいた方が、使いたいっていう場所がね、見つかるかなと思いますんで、まあそちらもね、参考にしていただけたらなと思います。もしね、これから、えー、クレジットカードね、発行して、まあこのキャンペーンも一緒に狙っていきたいっていう方はね、ぜひね、三井住友クレジットカードね、今ポイントサイト EC ナビに、 三井住友カードね、クラシックカードね、えー、案件出ておりまして、えー、3000円 ののポイントがねもらえる、えー、案件が出ておりますので、まあ、こちら発行してからね5成分使わなきゃいけないんですけども、まあ、こういう案件も出てますんでねおすすめとなっておりますで先ほど言った通りね20%キャッシュバックキャンペーンね、えー、三井住友カードの方でやっておりますんで、えー、20%キャッシュバックなんで、まあ、最大6万円でね1万2000円まで返ってくるキャンペーンやっておりますんで、まあ、これね最大使うか使わないかね、まあ、それ人それぞれなんで、えー 少ない金額でもね、もちろん20%分ね、あの、キャッシュバックしてくれますんでえ、もしよかったらね、この三井住友クラシックカードね、結構おすすめとなっております。いかがだったでしょうかえ今回はですね、三井住友ビザカードの、えー、タッチ決済で、えー、1000円配ってますっていうキャンペーンをね、えー、紹介させていただきました。いや、個人的にはですね、えー、1人 1000円ではなくてですね、クレジットカードに対して1000円ですんで、いや、これかなりお得なキャンペーンですよね。えー、今一度ね、ちょっと自分の持ってるクレジットカードね、あの、恨みでいただいて、三井住友カードじゃないかをね、あの、チェックしていただけたらなと思います。えー、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に,に立った方いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけると、とても嬉しいです。えー、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。